ちゃんと可愛がられてる動物っていうのは幸せな顔してる。だからどんなに立派な設備を整えて立派なご飯をあげててもちゃんと飼ってない犬は幸せそうじゃないんだよね。犬ってね、幸せが反映する動物だから素晴らしいと思う。うん。だからお金がなくて貧乏でうちはね、犬ね、飼えないよって言いながらもなんとか飼ってる人ね、それでも犬を本当に大事にしてる人の犬は楽しそうな、嬉しそうな顔してるし、あとね、それに付随して本当の意味での動物とちゃんとしたコミュニケーションが取れない人がなぜか動物愛護をしたがる率が高いんだよね。多分その人の理想とする動物の飼育の仕方っていうのがあるんだけど、その人もね、初めは動物愛護で始めたことなんだけど、最終的に自分のやってることは人間虐待になっちゃってるようなね、そういうことが多い。要するに本当に可愛がってる人から犬を取り上げちゃうとか、もうとことん付き合ったことのない人が変に口出しすると余計に変なことになっちゃうんですね。そこのところ気をつけなきゃいけないと思う。